クリオですさあ今日は「ハロドリ」3回目、えー、これについてお話ししていく解説していくなんていう動画になりますもう3週連続ですねえー、っとね今回は指導法と舞台裏に迫るという番組内容でしたまあじゃあその辺ささっといっちゃいましょうえー、っとね中高生19名在籍が現在の研修生、えー、そういう状況ですねでそしてえー まあツイッターでも言ったんですけど中山夏目は最後に触れますがなかなか硬いんですよね笑顔がねそれが気になったっていうところからとあと、まあ、春の公開実力診断テスト去年の映像なんていうのがかなり流れててあれまだ1年経ってないんだみたいなのが不思議な気持ちになりましたねでまあその辺さら,さらさらっと触れていくと橋迫凜ちゃんねあのもう芸術的な歌声を。 ね、あれまざまざと拝見させていただいてりんちゃんも立派になってきてるなっていうのを、ね、見れる,見える前なんですかな前振りそんな感じであと工藤夢ちゃんもね、えー、と今見るとジュースの環境が操作したのか成長がすごい一年だったなっていうようなのも思いましたしあとパンダさんパワーの前提も見れますから、ね、ちょっと森政子歌謡的なところに行かなきゃまあ行ってもいいんですけど。 いいねこれから未来たくさんありますからね、うん、パンダサンパー見るの大好きですね可愛かったねあれも1年まだ経ってないんだもんね不思議まあそんなこと思ってあとヤフゾウのねガタメキラもうかなり昔に感じますね不思議ですねこういうのねでも全員この辺はもうジュースジュースというグループがそうさせてるのかものすごい成長しているように感じるっていうのがまあ最初の女装というか 入りだったっす、ね、番組自体のでこのあといきなり米村きららからこの現在の研修生ユニットの4人のこのピックアップが入るわけですよ。でこの「でもう米村きらって言っちゃったからあれだけどこれ俺結構驚いたのは米村きららがなんか余裕で爆弾発言をしてるっていうところでそれを流しちゃうっていうのもすげえなと思ったんですけど、まあ、研修生ユニットに入りますよってなった時に。 キララ自身が研修生やめようって考えてたらしいんですよね。で、やめようって考えてるタイミングポイントっていうのを振り返ってみたんすよ。でもあそこでやめるタイミングじゃないような気がしててでも考えるところあったのかなで、本人が言うのは意地でもデビューしようっていう感じがなくてそれがダメかなと思ってもっと横を出してやっていこうっていうのが今のフェーズっぽいです。 すごいのはその葛藤っていうところがあんまり伝わってこなかったのが、うん、こういうところもしかしたら強さっていうのをもう一個クリアして手に入れてんのかなっていうふうに感じられましたでまあまあキラーそんな感じで石栗かなみで石栗はなんか東京に仕事以外で遊びに来たことないとでディズニーランドには行きたいんだけど行ったことないみたいな話だだだと雑談していてえっとで芯に迫るような話になったところがあって デビューが決まっているわけではないので何か一歩踏み出せるようにしたいとで賞を取ったメンバーはみんなデビューが決まったみたいなことを言っていてまあこれは北海道研修生北海道のもう残り一人ですからね僕でもこれ美味しいと思ってますよ。必ずなんか頑張ればドラマポストは用意してくれてるっていうような僕それハローだと思ってるんで。うん まあ技術的ななところはととはもかくしししててて石は頑張ってほしいなっほい思える内容でしたで、久保田七海へねこれねいつもニコニコ場を和ますムードメーカー的なあの説明が紹介があってで一回一回先生たちに自分だけを見てくださいとアピールしているという本人もそういう前のめりな感じがあってなんか唯一って言ったら変ですけど悲壮感なく彼女はなんか 放送してたというか紹介してた感じですね,ねで歌が他の人より遅れてて悩んだ時に「リップロールをしたら追いつけるよ」と言われ毎日リップロールをしてるとなんか積極的に先生に声かけていってるっていうところが、まあ、この後のところでまた言うんですけど見られる感じで、うん、なんか研修生にニっトでアドバイスし合えるようになっててこの4人は一緒にいれば成長できると思うっていう風な発言もしてて。 こういうこと言うと、やっぱり研修生ユニットでもう一グループ作ったらいいんじゃないのかなっていうようなのがね現実味帯びたり、見てみたいなと思ったりする。そういうのはね、久保田の発言からは取れましたね。まあ、こんな感じで。で、斉藤まどか。斉藤まどかね、なんか見てるとちょっと俺、芦田真奈に見えてきたりとか <laughs> あのして、それ可愛いさってことね、あ、う、の、ん、するんだけど で自分に自信が持てない自分が一番目だと輝こうって気でパフォーマンスをしていきたいでそれは言ってるんだけどな,なんかその辺は自信が持てないっていうところに引っ張られてるのかそっちの方が伝わってくる感じっすね頑張ってるけどね。で受験勉強だったり R がデビューしたいと言ってて「大学行く気なんだよね」俺て言っていいと思うけどねもうこれちょっと脱線する話かもしれないんだけど。 例えば鈴木愛理とかが学校行きながらキュートのパフォーマンス落ちたかって言ったら落ちないんですよねそれももこもそうだし一流の人ってねあの併用我々から見たら併用しているように両方2つのものを追ってるように見えるんだけどできるんですよ脳の中で多分整理するポイントがしっかりしてて2つのことやってるっていうんじゃなくて自分をやっていて必要なものを多分揃えて並べてるような感覚なんだと思いますねでこの辺が できる子であるんだったら、そっちの方が僕成長するような気がしてるんで、どんどんトライしてほしいな。なんて勝手に思いましたね,ね。この辺でいいかな？ここはで。あとは映像入って。これはひなフェスの時の映像でトネオ。江戸線とすきちゃんをやってて改めて見るとやっぱ米村キララ身体能力プラス。頭の位置と腰の位置がやっぱりもう一定のところパーンと取れるんで、パフォーマンスやった時に。 1>, 1人だけ目立つっていうのは改めて確認できましたよ。4人ぐらいのロットだとね、目立っちゃいますよ。ね、そんな感じでした。で、これの、小田桜コーナーと。これはね、なんか質問あります的な、やっぱね、ちょっと、小田、小田厚あ、これいいんですよ、小田厚で入るところが、この番組としてはポイントかもしれないですね。で、久保田七海が、多分率先して質問したんですよ。 これがかったなと思ってでかっていうと一発目にその質問の絵面が出てたんでそこを編集して入れ替えることはないだろうから久保田七海のその質問の姿勢もそうだけどこの辺は評価高くて可愛がられるはずなんですよねだから内容どうこうじゃなくてあのスピードで内容に関しては多分、うん、まあまあ言ってること普通なんですけど、ね、今以上悪くなることはないっていう小田作のその名言的な発言があって。 でああいうのってみんな目の前で言葉だけは知ってても目の前で先輩に言われるとそういうとこどっか勇気になると思うんでやっぱり縦社会までいかないんだろうけどなんか織田さくらそのモーニング娘。の過去の厳しめだミキティ時代とかのとかの継承してんのかなっていうのを思えて僕は嬉しくなりましたね。そんな感じでした。 で気がつけば20分以上、ね、まあ説教してたんでしょ <laughs> っていうことらしいですから、うん、こういう役割誰か必要なんで僕これ買って出てんだろうなと、ね、石田でもできそうだけど織田の方がいいだろうね研修生にはなんとなくそんなふうに思いましたで、えー、この「中山夏目」ね入ってきますよ「中山夏目」ちょっとこれは思い入れがあるっていうこと僕ちょっと言ってたんですけど 研修生の中でパッと見たときに例えばねこれ同期27期なんじゃないですか同期バオバと名前いきいきましょうか島倉理科日々麻里奈江口沙耶土井レナ岡村南松永利愛山田一吾中山夏目なんですよでこの中では僕顔は一番夏目が好きなんですよねだけど動きとか見た場合に 岡村みなみかなっていうのは僕,僕だったっす。であと岡村みな実が松浦好きだって言ってくれたんでもう決まりだったんですけどうんねこの時のこの木で本人が言ってたのは小五で入った時はライバル意識ないしだからこの一緒にこの人たちにライバル意識はなかったらしいんですよ。でそこは可愛いいとこですよね。戦うんじゃなくてちょっとアイドルやりたいなっていうような感じで来てくれてるってことだと思うんで。 でそれでビヨンズに同期3人で島倉江口みいみが入って悔しいって思いがやっと出たというような感じなんでしょうねでもそれも多分小6の時ですよね今のままで計算していくと小618年あでももう中1になってんのか18年ってことだからねだからそういうことが分かってじゃあどうするかっていうふうになったら本人は 自分の出る幕と歌割りがなくなっていった時期があって、それで諦めようかなって思ったみたいなこと言ってて、あ、すげえ素直に受け止めちゃう感じ、なんかそのリベラルなことやんないっていうか、<laughs> なんかそういうところが、俺はひたすら夏目らしくて可愛いなって思っちゃってたんですけど、でもこれはね、それじゃダメなんですよね。こう,こう思っちゃうのがいいのか悪いのかわかんないけど。 あんまりうー本人自体がネガティブなことを言っていくと人間って言葉って出したことってそういう風に宿ってっちゃうとかじゃないですかだからなんかぼちぼちもう中学も最終学年になってくるんだと思いますしぼちぼちなんか変えてってもいいのかなとようなことを偉そうに思いましたでも夏目応援したいですね歌ダンスとかそういうところははっきりと足りないけどアイドルってそこ足りなくたって ど,どっか個性がパンと出た時に何とかなりますよそういうなんか輝きというかダイヤの原石みたいなの超持ってると思うんで、まあ、僕は応援してますということですでじゃあ続いてあのカエディがねまたいいことを言ってるんですねで力んでる感じがせず脱力感があり緩急つけられたらかっこいいダンスが踊れるというこれは夏目に言ってるんじゃなくて石繰りに言ってるんです で石繰りのことをピックアップしてっていうのはこれカイディが本当に言ってるのか大人が「えって言って言ってるのかど,どっちか分かんないんすけどカイディが言うのが一番ハマるなって先週も思ったんですよ。これもナイス人事だしもしカイディが自分でそれを思って言ってんだったらナイス先輩いいなって感じです。うん、ね緩急つけられたら、まあ、僕は思ってるのは頭の音の取り方す晴らしく上手なんだけど。 そこに対ししててのの幹というのが少し揺れてるんですよなので木で言ったら細い本体でわさ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 上が動いちゃってるような感じしかも最初のしなりがすごすぎて帰ってくる時のバランスっていうところが危なく見えるというかねなんかそういう感じなんです、うん、まあこれは僕の印象なんで似たようなことを的確な言葉でカエリーが言ったっていう感じだと思います。ね でまあ、まあそれで次回は日常にいたり気になる舞台裏も届けてくれるっていうことでまあ舞台裏だけを流していくのはいいですよね本人たちもそこ意識が高まってくると思うし一回裸にしてやるっていう感じなんだと思いますけどこういう番組がある時期に出てきてるっていうのはいいなと思いましたですげえいい機会もらってると思います、まあ、皆さん、まあ、僕もいい機会もらえてるというかこうやって理,理解が深まるからね いい番組だなって思いました。で、来週も楽しみだなって感じですね。まあ、この辺にしますか。じゃあ、ハロドリ。えー、今、一番のおすすめのテレビ番組なので、皆さん、毎週月曜日の深夜、チェックしてみたらいいんじゃないでしょうか。そして、またこういった形でディスカッションしていきましょう。えっ、ー、と、国王チャンネルはね、チャンネル登録しておいていただければ、毎日、ほぼ毎日あの、ハローに対して有意義な情報なんてのを発信していこうと思っております。そんな感じです。では、また会いましょう。じゃあね。